はいどうもマノチです、よろしくお願いします。復活の F 番外編やっていきましょう。藤村くんの5年間の奇跡というものをね、この動画1本でまとめたいなと思ってます。はい、まあね、全部スキップで飛ばすんですけど、やっていきましょう。カレンダー、確か8月の、27に生まれる予定らしいんで、そうですね、19日ぐらいまでスキップしましょうか。スキップしましょう。8月の17まで来ましたね。長い、スキップのスピードが遅いからやりづらいですね。ミート力上がったね、ずいぶん上がったね。どうしようかな。藤村くんいいね、3割普通に打てるんだね。13本、あ、盗塁がゼロ。そっか、ガンガン走ってくれていいんだけどね。じゃあとりあえずまあミート A ぐらいまで上げようか。どうすりゃいいかな。こっからは1個ずつ、まあ試合スキップで飛ばしていく感じかい。いつ生まれるか分かんないもんね。生まれるときに日程スキップが止まってくれればいいんだけど、それ止まってくれるかどうかも分からない、分かってないんで。来たよ、27日ジャストじゃないかな。ビッタシで来てましたね。名前も決めてるから、嬉しのくんにするから。おお、男の子、嬉しのくんにしましょう。ちょっと待って、藤村嬉しのくんって名前だからね。嬉しのくんって名前ですから。よし、じゃあ嬉しのくんのために頑張ろうじゃないか。まずはスキップだな、てか飛ばす。なんと2人目作っちゃったらしいですよ。彼らは予定は8月6日だって、だいたい同じ時期に子作りをしてるということですね。ということで、生まれるまでカット、いよいよですよ。いや、もう名前は決めてあるんだよ俺は。お、女の子かい。男の子の名前を用意してたな。まあ全然気にしないよ俺は。奥井引退？なんかちょっと悲しいこと言うなよ。かっこいいな奥井。おお、そっか、うん、そうだな、頑張れよ奥井。いよいよですよ、まさかの3人目。まさかの3人目だよね。もう名前考えたから、ベシッとね、かっこいい男の子の名前つけてあげるよ。よーし、男の子だ。やっとここまで来たよ、やっと来たよ。本当にもうスキップだけを延々2時間3時間ぐらいかなやってましたよ。 FA します。はい、使いますよ。5球団、お、
はい、広島がない。広島がない。地元行こうか。中日、藤村くんの出身、行きましょうか。中日で。国分くん入ってきましたよ。ちょっとねテキスト飛ばしちゃったんですけど、国分選手いよいよプロ1年目ですねというふうに入ってきましたね。いやー成長したなお前も。うん、うん、おーよろしく。頑張れよ。うまいのかね国分くんは。あ、ちなみにかなり成長しましたよ。161キロ投げれるから。あと、はい、野手能力もかなり成長しました。パワーヒッターとかも覚えてます。いやていうかあれよ、俺が見たいのは、国分くんですね。国分くんが見たい。まあ、全員分見るのはねまた後にね見ていこうかなと思ってはいるんですけども、国分くんさ、いたいたいた、うまいね。まあ頑張りたまえ。よう元気でやってるかよ。お食いだぜ。おいら自由契約になっちまった。今は晴れやかな気持ちだぜ。おいらの分までしっかり野球選手やってくれよな。